まく解消したいですね。いやそうですね、はい、戦力的にも、まあ、20番をつけてる選手が見せましたね。いや本当ですよね、躍動感抜群でしたね、はい、落ち着いてましたね。落ち着いてました。そしてまず投入されます。そしてまず一言伺いましょうか、平野さん。いや非常に今日はチェイシングも含めてね、はい、非常に躍動してましたしね、はい、チームの規定になってましたね。はい、小島ラウンド、ね、そしてこの最初の白星ということになるのかどうか。82分です。第1戦つまり初戦は2試合ともに引き分け、大事な第2戦です。さあここでメンバーの方です。はい、28番林選手に代わって4が投入されるようです。ベテランの菅沼が用意。今のシーンです。ここちょっと入りましたかね。指示を送っていました。ちょうど今541の体勢でその鹿児島前にいるのがそのシティチョークパソ、うん、パソ取りました。シティチョークパソ、イヤーが攻める。そしてここで預けるか、自分で行ってシュート、うん、正面からフィニッシュ。キーパー最後は吉井のループシュートまで行きました。もうヤーの頑張りとヤーがあそこシュートまで行く意欲的な攻め、ね、3人に一度囲まれましたけど、ね、ここ落ち着いてましたね。落ち着いてましたね。でディフレクションがあってちゃん最後は吉井が打ち切りましたんで、はい、コーナーは取りました。なるほど、この人本当に躍動感あります、はい、ちょっと放送席には冷たい風も忍び足で寄せるようになりました。日が少し放送席はなくなりましたが、ご覧のようにピッチ、チャンスを作るかな鹿児島、うん、たいんですが、ここは許させないか。熊本のディフェンス、西岡がいて倒されて途中引っかかる。しかして奪いに返す、うん、狙っていた菅沼ですが奪い取ることができず、うん、もう一回取りました。さあ残り時間少ないぞ。ハフェラインを今超えるか。鹿児島ユナイテッド FC 三浦監督は勝ちにこだわりたいという言葉通り、結局は引き分けました。そして2戦目に今負けなしで勝ち点4まで来ました、はい、4まで来ました、はい、あとはやはりもう90分通して全く体力の落ちることなく ね、はい、そうでしたね。最後までやりきりましたね。やりきりましたね。この段階での中で、あのプレッシングが90分持つのかなと思ったんですが、そうですね、なりましたね、はい、びっくりですね、さて一方こちらロアスト熊本のジュビロ磐田との対戦です。ロアスト熊本はやはり同様に11日土曜日になりますが、相手はギラバンツ北九州になります。さあこの後ヒーローインタビューです。どうやら鹿児島今日得点を取りました。もちろんこの人中原選手です。ナイスゴールでした。ありがとうございます。後ろに下がりながら、まあ、簡単ではないヘディングだったと思いますが、ありがとうございました。何かとてもういういしいインタビューでした、中原雄星選手です。何かとても中原今日ういういしいインタビューでした、中原雄星選手として、今日中原兄弟の大会では同時にピッチにも立ってますので ね、 そうですね、はい、今サポーターの目の前で地元鹿児島ユナイテッド FC あったところですが、喜びいいチームですね。いや本当に、順調な仕上がりを見せているなという印象ですね。本当ですよね、はい、でこの笑顔がいいじゃないですか。そうですね、チームに結果が出てるわけですからね、はい、今日は熊本の清川監督にお話を伺います。まず今日の試合振り返っていただけますか。そうですね、先日的に解消したいですね。いやそうですね、戦力的にも昨シーズンとは随分様変わりしますロアスト熊本が、今日は黒星、そしてやはり監督変わってメンバーも変わり